帰った。閑散とした部屋だ。ここか。ベッドないな。ベッドないな。どこへ寝るんだ。あの硬い机の上で寝るんか。大切なものはすべてしまってある。うん。考古が残したものをうっかり壊したくない。それに考古の大切にしていたものを見て思い出に浸ってしまったら立ち上がれなくなりそうで、今は思い出すのが少し怖い。もう完全に黒谷の心の中は考古でいっぱいだった。私は考古の仇を討たなければ、もう生きる意味となってしまっとるわけで。寝た？眠いついた？これ、あ、横になったな。これソファーの上で、ベッドはないからソファーの上で。私は暗い空間にいた。はい。うわあ！遠くに見えていた光が壁の向こうに閉ざされてしまっている。すごいことになっちょる。すごいことになっちょるよ。宇宙空間みたいな感じになってるよ。この壁の向こうに行くにはどうすれば？飛んで行こうよ。あ、まだ過去の階層？高校。あ、消えた。気のせいか。確かあそこにあるのは電子オルゴールだっけ。まだオルゴール。電子制御のオルゴール。高校の電子オルゴールだ。もうしばらく使われていない。うん。動かないの。あ、動かんのじゃ。考古の持っていたものが次第に動かなくなっていく。いずれは全てそうなるだろう。私がいなくなれば、そのものが動かなくなっていくたびに考古への思いが消えていくのか。考古のいたっていう存在の存在したという痕跡がなくなっていく。でもまだ早い。直せないかな。この電子オルゴールの異常箇所を確認。なんだ、歯車が動かなくなっているのか。グリスを塗れば。そんなんわかるの？リブラ、そんなんわかるの？便利すぎだろ、リブラ。おい、確かオルゴール用のグリスがこの部屋の棚に置いてあったよ。棚？あ、なんかそれっぽいのある。スプレーみたいなんが。あれだ、グリスだ。グリスちゃんと塗っとかんかったらな、グリスが固まってるじゃないかって胸ぐらい掴まえて怒られるからな。レッツ&ゴーの話やけど。これだ。これを歯車に塗れば。はい、よいしょ、オッケー、掴んだ。どうすればいいんだろう。あ、向こうか。こうかな。おっしゃ、治った。治った。この曲確か、あ、悲しい曲。あ、コウコ歌得意なの。少女が高らかに声を響かせていた。英語だ。英語で歌ってる。語学達者ですね。歌っている、歌っているのだと思う。歌う人なんて初めて見たから判断がつかなくて。歌っている人初めて見たからって何やの。人生の経験値少なすぎだろ、クロエ。声をかけていいか分からず、私はその場に立ち尽くす。ただ少女の声を聞いていた。めっちゃ歌うまいな、高校。そこに誰かいるの？え？どうした？うわあ、
めっちゃ近いやめっちゃ近づいてくるや東京クロスの時の桃の夕張に近づいてくるやめっちゃ距離近い。大丈夫ですか？これで耳元でさ、お前をクロスとか言われたらヒーロー優位になるからな、お前。捕まえた。え？ねえ、私たち、音が似ていると思わない？は？音。私たち、鼓動の音が似ているわ。あ、いや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 、わからんしわからんし、そんなこと言われても何のこっちゃわからんし。聞こえてこない私の胸の音も。あー、胸の音。あー、それは耳を胸に当てないと聞こえないな。それは胸に耳を当てていいっていうことですか？同じリズムで同じ音を奏でて共鳴しているよ。うん、何を言ってるんだお前は。不思議な気持ち。何を言ってるんだお前は。なんだかすごく懐かしい気がする。そうなん？私の名前は。あ、これ初対面の時なんじゃ。いや、初対面でそんなこと言ってたん？高校初対面でなんか心の鼓動が一緒だとは思わないみたいな言われたら、それはずんずんずんはーってなるわ。あなたのお名前は。そう長い名前聞いてきますか。私はクロエです。所属はプロメテオス第一連隊所属の訓練生です。本日より高校ここのへの護衛を命じる。いや、護衛役だったんじゃ。そう、クロエ、はじめまして。私、あなたに一目惚れしてユリなんだ。高校ユリだったんだ。ええってなるわ、そりゃ。なんてね。ああ、すいません、この女の人どうにかしてもらっていいですか。誰か誰か。なんじゃこのファーストコンタクト。なんだ今度は。何の回想やね今度は。高校はメテオラと戦うことしか存在する理由がなかった私に感情を教えてくれた。生きる目的を与えてくれた。うん、私は高校のために生きたいと思った。でも高校を失った今の私はかつてと何も変わらない。メテオラと戦うだけの人形に戻ってしまった。ただ彼女の仇を討つために。うん、ねえクロエ、手を握ると温かいでしょ。この熱こそがリアルの価値。いや、コークが全てを教えてくれた。彼女の出会いがクロエを変えてくれた。触れることができるのならば私の命は喜びにあふれているわ。けど物語が始まった時にはすでに亡くなった状態と。もうすでに亡くなっとんのにこんなに影響を与えてくるけんな。なんかちょっと聞こえてくるな。ブツ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 。なんか、机の上になんか、拳銃っぽい落ちてますけど、物騒なもん置いてますけど。物騒なもん置いてる。いくら戦う職業だからって。所有者、コウコだったわ。コウコ拳銃持ってんのか、あの子。いつも持ち歩いている。片身なんかこれも。だが、プロメテオスの支給品というわけでもない。2発しか弾を撃てない不自由な銃。うん、これは冒頭の方にもあった本か。あ、でも種類は違うな。アポロンとダップね。なんだよ。もうなんもないな。なになに、どっから聞こえてくよ。これこれか。これはコウコの声と私の声。なんだ、ここから何、何で聞こえてくる。この棚の中だ。ダメだ、
鍵がかかってた。いや自分の部屋ちゃうんかい。鍵なら確か以前コウコが別の棚の中に入れているの。え、なんなんここコウコの部屋なん。棚は別の棚、これか。出た。なにこれ、なんかよくわからんものが入ってますけど、これ鍵じゃない。どんぐれどんぐれなんやねん、リスか。どんぐり取っておくとかリクスかお前ダリアの種か。ダリアってなんだよ、努力しなかったわ。棚の鍵があるはずの場所にダリアの種か、もしかして。え、何？毎日花に水をやる。コウコの家とサンルームの維持は私の生きる意味に等しい。なんかあの花だけ赤咲いとる。あ、ダリア、これがダリア。ダリア、これは、あ、この裏に鍵隠しとったんが。そういう意味であれ種を置いとったん。取れた。もしかしてこれがあの棚の鍵なのか。これどこに置いとったんが。どこやったっけ。ここか。やっぱりそうだ、開いた。なこれ、これはテクスチャビジョンの音声データ。音声データ消えた。消えた。ナイフがあるね、物騒な。ナイフ、錆びれたナイフを。私は本を読んでいた。コウコに何を読み聞かせればいいか分からず、まずは手当たり次第に話を記憶していた。おやつの時間よクロエ、いちごをケーキにしてもらったの。どういうこと？いちごをケーキにしたってどういうこと？旧時代ではこういうのをショートケーキって呼ばれていたそうよ。おいしそうね。ああうまそうやな。白黒、白黒やけど。中での栄養摂取は許可されていません。なら私の権限で命令します。私のおやつに付き合って。はい。こんな感じだったんじゃ。夢中になって読んでいたのね。何か面白いお話を見つけたの？ヘラクレスの本を読んでいました。ヘラクレス、ヘラクレス、大神ゼウスと人の子供ね。戦いでは負けを知らない偉大な半神。どのあたりが気になったの？ヘラクレスの出生が私と類似しているように感じました。どういうこと？ヘラクレスの話ってようわからないけど。俺、出生、神々がヘラクレスを作ったのは神と巨人たちとの戦争、ギガントマキアに戦力として送り込むため。いやーマジでクロエっぽいわ。私も生誕前からメテオラとの戦闘を義務付けられていました。おお、なるほど。なるほど、なるほど。マキアの操縦に適したデザインが施されています。うん。いよったな、ジュリーが。戦闘用個体の選択として学ぶべき点が多い。戦闘用個体。ねえ、クロエ。それって本当なの？それを聞いて、コウコが悲しそうな顔をする。デザインドとは聞いていたけど。こうして目の前にいるクロエは人と何一つ変わらないじゃない。戦いに適しているようにはとても。私の性能は機密事項に指定されています。しかしコウコ様の権限であれば開示が可能です。開示を望みますか？ええ、教えてクロエ。ちょっとクロエのことが知れるかなこれ。確かに外見上の差異はあります。おう。しかし体内のすべてを遺伝子レベルで編集されています。うん。特に人との最大の差異は身体能力でしょうか。そんなに身体能力高いんじゃクロエ。対メテオラ用戦闘機体マキアの操縦を的確に行うため反射速度や互換は鋭く設定されています。おお。マキアはそもそも人が操縦する必要なんてあるの？アークがいれば
マキアのパイロットは操縦者というよりも生体ユニットとしての側面が強い。え、人の命吸って動いてるの、あのロボット。つまりはそういうこと。アークの苦手とする思考の飛躍を付与するために人というユニットを組み込んだと。あ、獣医博士は説明して。つまり人の判断力っていうのが必要なんじゃ。私の肉体にはミカニコネクタが埋め込まれており、マキアとの速やかな連携が荒屋敷や。鉄血のルフェンズでいう荒屋敷的な感じなんじゃ。お前そういう機械体埋め込んでんのか。そこにいてマキアに人間というシステムを提供することが使命。え、ってことは、ん、人間もパーツ的なやつでないか、お前。さらにアークの反乱を防ぐため射撃の発射権限は人に付与されるのがプロメテオスの規則です。私の性能面に関する情報のさらなる開示を望みます。聞きたくない情報だったわこれ。ええ、私の権限で教えてもらえるところが聞くんやな。私と人にはもう一つ大きな差異があります。なんだ。私の各細胞には特殊な処理が施されています。処理、どんな。再生能力を高める処理です。あ、ちょっと怪我してもすぐに治る的な感じなん。おい、血の匂い、まさか切ったの。なんてことをしているの。問題はありません。うん、この程度の切り傷ならばすぐに修復されます。これにより継戦能力が治るからって切っていいわけないでしょ。どうして、どうして自分を痛めつけるの。切ったらとても痛い。治るか治らないかとかそういう問題じゃなくてやな。痛覚はありますが、この程度なら苦痛というほどでは。痛覚があるのなら痛いってことでしょ。なんで、クロエは、そんな。もう人間ではなかった。この感情の持ち方はクロエ、人間ではなかった。なぜ泣いているのですか。痛いから泣いてるの。どこが痛むのですか。わからない。でも、とても痛いわ。とても人間味のあるコウコと出会ったからこそクロエはちょっと人として成長したところがあるんかもしれない。コウコ様の痛みはなくなりますか。クロエがもう二度と自分を粗末にしないと約束してくれたら。約束します。二度と自傷はしません。本当に。本当です。どうしてなのかは分かりませんが、あなたの悲しむ姿は見たくない。ありがとう、分かってくれて。ねえクロエ、約束のついでにもう一つだけ約束をしてくれないかしら。クロエ、もっと話して、私とたくさん、それに少しでも長く。それは発話の回数と語彙を増やすということで。なんかそういう言い方せんでもいいだろうに。難しく考えなくていいの。大事なのは意志だから。クロエが淡々としているのはね、最低限の言葉しか話そうとしないからよ。そうやな。言葉は人を導くの。言葉があり思いが生まれ、そうして人は変わっていくの。今日からクロエは自分の発する言葉によって変わるのよ。痛い時は痛いと言える。泣きたい時は素直に泣ける。そんな人に。自分の泣いている姿は想像がつきません。そう言うと思った。なんかいいえ、クロエは必ずいつか涙を流す。涙を流すように作られたんだろうか。涙は人の証なの。きっとクロエの涙は綺麗よ。まるで鏡のようにこの世の綺麗なものを映し出す。本当に綺麗。私まで泣いてしまいそうになるくらい。私はとても耳がいいのよクロエ。どこにいてもクロエの声なら届く。ねえ、盗聴してません。それ盗聴してません。ちょっとワンちゃん。クロエが泣いている時は
必ず私が駆けつけ、なそれ、助けてアンパンマンって聞こえてきた。どっかでも飛んでくるアンパンマンのごとくか。必ず、ね、怖いな。ワンちゃん盗聴器仕込んでない？クロエに。こんな変えそうだった。でもコウコとの出会いがクロエを変えたきっかけになったってことはようわかる。こんなところにあったのか。でもどうして今になって。あ、ジュリア博士。クロエ、メテオラか。まだ来た、うん、出たよ出たよ、現れた。2回目の戦闘かなこれで。とびっきりのヤバいやつが現れたんだ。現れてしまったんだよ、喜ばしい。めっちゃ嬉しそうやなお前、人類の敵が現れたっていうのに。どうだ、どういうやつが現れた。クロエもきっと喜んでくれるはずだよ。念願かなってはしゃいでしまうかもしれない。なんだ、何が出てきた。クロエがはしゃぶ姿は想像できんもん俺。念願かなう。詳しいことは後で説明するから早くおいで。遅れたら溶鉱炉に鎖で沈めて I'll be back させてしまうよ。ただ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 昔のムービージョークというやつか。思想統制であらゆる過去の名作が失われたのは今でも残念でならない数百年前のアメリカの映画。クロエ、あいつに会ったら聞いておいてくれないか。コウコちゃんは美味しかったのかどうか。あ、これあれか、コウコのことを食べたらメテオラか。これコウコ、そうじゃ、海藻であったな、うん、こいつに加えたところ。クロエ、あのメテオラが憎いのかい。当然だろ。コウコを奪った宿敵を前にして怒り、憤り、烈火のごとく燃えたぎっているの。ほう、興味深いね。自我は薄めにデザインしておいたはずなの。ジュリー、ちょっと不謹慎なこと言うな。本当に感情が豊かになったもんだ。規格外の成長だ。あのコウコ、ここのへの仕業かい。君に感情を与えて何がしたかったのか。ま、メテオラの餌となっちゃった今となってはもうその意図を尋ねる術なんてないんだけど。ジュリア博士、ちょっと不謹慎なことを言いまくりやがって。サイドで見よる二人も嫌な顔しとるし。ジュリー博士、挑発はやめてくれよ。ごめんごめん、クロエが面白いからつい。デザイン度に創発した感情についてはそれはそれで興味深い研究対象ではあるけれど、これ以外今はどうでもいいさ。不思議だね、どうしてコウコちゃんを食べたんだろう。食べたことで何か影響は出たのかな。うん、こいつのソーンウェーブの空間周波数は捕食後に確かに変化してるんだ。捕食は確かにこいつの情報構造に影響を及ぼしている。内部はどうなっているんだろうね。これはクレイからしたらすごい不謹慎なことを見て、これまでの戦闘とは違う感情のクロエが出てきそうな気がする。骨や臓器はあるのかな。生物か非生物なのかも判然としないんだ。すごいな、未知のメテオラ、とびっきりのアンノーン。これはやばい、早くバラして研究したいものだよ。腕が鳴ってしまうね。ポキポキになりそうな感じやな。なんかお前の腕は。コウコ殺した、私からコウコを奪い、あいつが。クロエ落ち着け。落ち着く、あれはコウコを殺したメテオラなんだぞ。許せるわけが。怒りが。捕食者の罪はない。司令じゃ。もしも捕食が罪だとしたら、太古からあらゆる命を奪い尽くした人類は許されざる咎人ということになる。マジレスオツです。だからこそメテオラが現れたのかもしれないが、メテオラとは
我々に与えられた試練だ。冷静に対処せよ。人類のために戦うこと、君たちが考えていいのはそれだけ。この人なんかすごいブリーチに出てきそうな見た目してるんだよな。初めて見た時から。おや、珍しいじゃん、デイター閣下がラボまでいらっしゃるなんて。確かに声まで、声だけの出演だったのにな。いつもは戦略のアドバイスをするだけでちっとも遊びに来ないのにね。司令の役目は指針を示すことです。裏方に過ぎません。行く手に嵐が見えた時は別ですが。生け捕りだ。これは希少なメテオラだ。生態の解明の鍵を握る。確かに。捕まえさえすれば調べてくださるのでしょ、博士。今度はちゃんとレーザーとかのダメージを多くしたりするんだろ、お前。調べるよ。調べ尽くすに決まっている。破壊しちゃダメだからな、今回。長い長い間、私がどれほど退屈をこじらせていたかわかるかい？メテオラを追い求めても逃げられる。倒したはずのメテオラは消え果てる。サンプルが手に入らないから研究は進まない。研究ができない日々に価値はないんだ。徹底的に調べて調べて調べ尽くすぞ。逃がしはしない、必ずね。博士がそうおっしゃるのなら私も覚悟を決めましょう。おお、やるのか。今回の出撃は捕獲用に調整した装備のみ使用を許可する。おお、ガチでいきますね。マキアの破損レベルがどれほどに及ぼうと、あれから動く意思を取り除くのだ。あまりにもリスクが大きい。リスクは知っている。だが必ず破壊しないままの捕獲を命じる。わあ、命令してよかった。組織の評価がプラスされるか、疑問を口にして一緒に自立性を取るのか、まさに選択。でも今のクロエだったら命令に従う方を選ぶでしょう。あ、間違えた、こっち。了解。よっしゃ、気合い入れていこうぜ、クロエ。やる、ヤマトはやる気だった。いつもみたいに俺がガンガン前に出てくから、とどめは頼む。倒しちゃダメなんだけどね。ヤマトは天柳少年、君は父親に似て突っ込みがちな癖がある。父親のことは知ってるやな。無鉄砲と希望的観測はマキアパイロットとしてふさわしい態度とは言い難い。それは君自身を死に近づけるだろう。肝に銘じて忠告をしてくれている。はい、了解です。ありがとうございます。やれやれ、またメテオラか。ノアちゃんはライブ中だったのに。ノア、今回は倒しちゃダメなんだからな。お前聞いてなかったかもしれんけど。なんだこれは、ものすごいものがあるじゃないか。おっと、ノアもなんか感じ取ってるのか、このメテオラに。私の原型である、宝庫九重を食ったメテオラだ。知っとんやな。どれほどの脅威か想像もつかん。慎重な排除が。ノア、いつも言ってることだけどさ、排除は禁止だ。絶対に生け捕りだよ。ほんまに大丈夫かな、ノア。倒しそうだな。もしもあのメテオラを殺したら、メモリを消してお人形にしてやるから。ん？ノアもなんかただコーコのからモデルに作られとるだけじゃなくて、コーコとなんかコーコに対して何か思うところがあるんかな。従わざるを得ない。ノアちゃんが死ねばファンたちが悲しむ。クロエ、お前はここにいろ。今回は私一人で大丈夫だ。あれはコーコを食ったメテオラ。お前は冷静でいられないだろう。うるさいって言うだろうなと思っとった。クロエだったら戦う気満々なんだ。どいつもこいつも勝手に話を進めるな。あのメテオラは私の敵だ。コーコを殺したメテオラ、あいつを、あいつだけは私が必ず倒してみせる。コーコのいない世界を生きてきたのはこの日のためだ。いや、だから行けって言ってるんだよ。聞いてる？おお、倒す気満々になっとるからな。生け捕りって言葉がなかなか出てきてくれんで不安になってるわ。あいつは必ず私の手で。第二の戦闘フェーズだ。意気込んでしまっているね。
冷静さがまるで感じられない。もういつもとは違いますよ。その息はよしと言いたいところではあるが、あのメテオラを殺されては困るんだ。決して殺してはくれるなよ。まあクロエがいくらあがいたところで関係ないけど。ノア、消去されたくないなら分かっているの？分かっています。あなたの言いたいことぐらい。今回の出撃で使用していい弾頭は誤爆用に威力を調整した高電圧雷撃弾のみだ。クロエ倒したいっていう、もうこいつ倒してやりたいっていう気持ちを抑えてクロエを戦う。憎い気持ちは理解しています。ですが今回ばかりは司令の直々の命令です。逆らえばおそらくクロエにも厳罰が。でもあいつはコウコの仇なんだぞ。いい子だよノア。従順さに免じて消去だけは勘弁してあげよう。さあクロエ、時間がないんだ、出撃だ。こんな状態でクロエは戦えるのか。ちゃんと君は私の猟犬なんだから獲物をプレゼントして。猟犬とか言っちゃってるからな。それともヤマトを一人で行かせるつもり？超高確率で死んでしまうよあのアホ。仲間を人質にしやがった。その上メテオラを取り逃すことになる。クロエに出撃しないという選択肢はなかった。作戦の概要を説明します。はい、今回の目標は2年前に出現して我々の同胞を捕食したものとされています、うん、事実発せられるソーンウェーブの質やその他の反応は2年前とほぼ同じです。ほうなんじゃ。2人はいつも通りの陣形で黒駅の射撃の射程まで前進。ただし今回は敵の撃滅ではなく捕獲行動不能にすることが目的。デリケートに頼みますよ。使用する弾もそれに適したものをジュリー博士に用意してもらっています。ブリーフィングは以上で。ああそうそう。なんだ、ん？今回のメテオラは確かに2年前とほぼ同質のものではあるとは思われるんだけども、実はほんの少しだけ違いがある。なんだよ、そこは重要だと思うぞ。ウェーブの波形に人間の声のようなのが混じり込んでいる。人間の声？コウコ食べてなんか人間の何か手に入れとんか？何か歌のような。まあそこそこに警戒してくれたまえ。歌ってコウコそこそこ歌うまかったもんな。なんかその歌うっていうことをなんかラーニングしてるんじゃないかな。二人ともメテオラがくれぐれも冷静にね。無事を祈っているよ。これはこれまでいない危険なミッションか。ノア、ノア、私はあいつを。ええ、クロエ、私もそのつもりです。え、クロエ、筋書きはこうです。アークノアはマキアの出撃直後に暴走。パイロットクロエから操縦権限と発射権限を剥奪した。パイロットクロエはなすすべもなくノアがメテオラを排除する様を見ていた。そのようなログを残しておきます。ノア、何をするつもり？待て、ノア、どうしてお前急に。あのメテオラを調査する。ジュリー博士は捕らえたメテオラをどこに運び込むつもりなのでしょう。間違いなく大災禍の種となりますかもしれんけどな。地下でメテオラが暴走した場合、人々は死滅する。今ここで排除するべきです。消去など怖くも。覚悟を決めている。ノアも覚悟を決めている。クロエ、あなたが私を嫌うのは自然なことです。理解はしとんやな、ノアも。親友のまがい者が現れたら誰だってそうなるでしょう。ですがクロエ、私はあなたのパートナーです。どんなにあなたが私を嫌っていようと、あなたを補助するのが私。わ、どっちのノアがほんまノアなんだろうなって思ってくるな、これ見よったら。お前でもな、ノア、覚悟を決めたところ悪いが、あのメテオラを撃つかどうか引き金を引くのはお前じゃない。クロエ、それを頼まれたのは。クロエ、私が決める。クロエも覚悟を決め始めてきた。ですがクロエ、あなたが射撃を行った場合、ごまかしきれるかは
ごまかす必要はないよ、ノア。私の命はここで燃やし尽くす。やる気や、やる気や。もうバリバリ倒す気や。クロエ、きっとそうしないとあなたは前に進めないのでしょうね。もう親友の敵討ちの途方を取った感じになってるな、これ。私はあいつを。どんな展開になるんじゃ、この今回の戦い。そんな感じで第2回目の戦闘、機体に火を入れる。ここで、こう両方とも手を合わせてタッチ、きた。ユーザーオーセンティケーションコンプリテッド。2回目の出撃、シップイレブン、アルトマ。頼んだぞ、今回もアルト。